私どもではですね、役員さんの年金に関するご相談をお受けをしております。で、特に老齢厚生年金のですね、支給停止の問題でお悩みの役員様に対して役員報酬最適化という情報をお伝えをしております。報酬が高い役員さんでも年収を下げないで、報酬の支払い方だけを変えればですね、老齢厚生年金が減額されないで受け取っていただけるようになると、こういう手法です。ご関心がございましたらお問い合わせください。